国シンクタンク研究員所見ということで今月から来月にかけてですね都知事選があるもんですからそれに対してですね候補者の方々への質問があってまずそれに答えてほしいなというふうに思ってます。あと他にもね提言をすることがあればそのムービーをまた別の機会で公開しようと思うんですけど今回はすごく気になった点があるので各候補者の方に でそれをぜひ全てのね候補者の方にお答えいただきたいとで気になったことっていうのは何かというとまあ今ね正式に出馬を表明されている方は収録をしている段階で一番有力なのは蓮舫さんになるわけです小池さんはまだ出馬を表明してないのでなので蓮舫さんはまあ無所属だとでオール東京ということであらゆる人に応援してほしいっていう話をしているわけですけども、まあ、とは言っても蓮舫さんはもともと立憲民主党なわけでで都議会のね過のね 会派を回った時にも共産党がまあ応援します。みたいな話になってるとで、実際共産党のそういうビラも出てるわけですよ。すでにね、えー、だから、そういうことで蓮舫さんが知事になった場合に、えー、立民と共産が一応支持与党ってことになるんじゃないかなと。 いう,ふうに思ってるんですねまずこの点に関して僕はまず蓮舫さんに答えてほしいんですけど多分答えないと思うんですそれに関しては。なので、まあ、あくまでも選挙はそういう構図だということで、えー、じゃあその立憲民主党と日本共産党の都議会のマニフェスト2021年の中ですごくね気になったことがありますんでこれについてまず蓮舫さんそして他の候補者の人たちにも答えてほしいしこのムービーを見た人もぜひ彼らに質問してほしいというふうに 思ってますで、えー、それは何かっていうとですねすごく気になったのは、えー、新三大公金集中,中組織っていうのをね名前付けてみたんですけどこのね立民と共産の都議選の時のマニフェスト、まあ、これが実現されていく可能性が高いわけですよね蓮舫さんになった場合はね。なのでこれ争点だなと思ってるんですけども、えー、その3つっては何ですかっていうと、えー、1つはね気候変動都民会議ってやつなんですよ。 でもう一つはジェンダー平等推進局で3つ目が東京都平和記念会館の3つについてちゃんと答えてほしいというふうに思ってるんですね。で、まあ、立憲さんもね東京政策2021っていうことでこのね気候変動環境に関して、まあ、2021年の都議選で打ち出しているわけですけども、まあ、何度も言ってますけど蓮舫さんは、まあ、これねの意向を受けているのはまあそれは明白なので。 その、ね、マニフェスト都,都議選の中で,です、ね、5番目に環境快適都市の実現へというのがあってその中にです、ね、原発に依存しない社会の推進というのがありその具体的な政策として気候変動非常事態宣言を踏まえて CO2 などの温室効果ガスゼロの早期実現に取り組みますとでまた気候変動対策を都民と共同で推進するため ICT なども活用し、まあ、当時はまだコロナがあったのでして気候変動都民会議各個可視化 を開催しますってことなんですねこれ左派系のね首長がいるところでは気候変の市民会議みたいなのがもうすでに開かれてたりするんですけどもじゃあこれ都民会議でね、えー、じゃあこれ作るのか作らないのかあまずはっきりしてほしいと。で、えー、呼ぶんだったらどういう人を呼ぶつもりなんですかそしてその人たちの背景はどういう人たちなんですかっていうことですね。 えー、今国の方で電力のねタスクフォースがー河野さんのところでいろいろね問題があって、えー、解散したじゃないですかねなので似たようなものを気候変動都民会議っていうことで作るってことでしょだからこれはじゃあメンツはどういう人を想定してるのかあそしてそれがねこれグリーン政策っていうのはもう近年ね巨額の予算がつくようになってるわけですよでなのでさまざまな組織っていうのはこれに絡んでね予算を獲得しようとしてるわけでじゃあどんなね予算を使うつもりなのかまあこれねり津みさんのマニフェストの中に書いてありますけどじゃあそれ 紐づいてる団体どんなものがあんのというようなことがすごく気になる。 というふううふに思うんですねで今環境っていえばうちの小槌みたいにねお金がたくさん出てくる状態になってるわけですけどもじゃあその財源どうすんのと国みたいに中央銀行があってファイナンスできるわけではない東京都っていうのはまあ地方自治体ですから一応形式上はねだからあの財源っていうのはね捻出しなきゃいけないんですけどもじゃあその財源どうすんのと環境政策にねたくさんお金使うとしてこういう都民会議みたいなのも作ってなんですけど、ね、そうすると今度は共産党のねマニフェストを読んでみたんですよ2021年のねで2 0 2年 2021年都議選訴えと重点公約っていうのを読んでみたんです共産党のそしたら共産党はその中でこの環境政策でね 温室効果ガス排出ゼロの東京を2050年までに実現っていうのが書いてあるんですよ。で、そこに何て書いてあるかっていうと、温室効果ガス排出量の多い大企業に対し、党独自の炭素税を超過課税しますって書いてあるなんですね。つまり、共産党はね、この環境政策をやるのに増税します、財源として。えー、っていうことが書いてあるわけです。で、蓮舫さんは、あ立民と共産化事実上支援を受けてね、選挙やるんでしょおということは、じゃあこの気候変動都民会議っていうのを作って、で、環境政策にお金をばらまき きますよとグリーンのねえものに関してじゃあその財源があっている時に共産党と合わせ技一本で単創生になるかもしれない東京都民に対してですねという話なわけですねこの点まさにね増税につながる可能性があるというふうに思ってるんですねですのでまあこの点ね、えー、まず蓮舫さんも含めてまあ小池さんがこれから出馬するんであれば小池さん、えー、もうそうだし他のね候補者の人たちもまずこのね非公平の都民会議になるものを作るのか作らないのかそして、えー、グリーンにね大量に予算 つけていくんであればそれはね炭素税を導入する気があるのかないのかっていうのをまずはっきりしてほしいというふうに思ってるんですね選挙戦でこれ隠すつもりだと思ってるんですねだからあここのところっていうのをはっきり白黒ね増税なのか増税じゃないのかあこの環境に関して、えー、はっきりしてほしいというのがまず一つ目ですで二つ目なんですけどちょっと長くなっちゃってるんですけど二つ目なんですけど二つ目はね、えー、ジェンダー平等推進局ってやつあの このジェンダー平等推進局っていうのはあ全く、ね、僕は無根訓に行ってるんじゃないですよこれも2021年の、ね、日本共産党の都議選訴えと重点公約の中に、えー、ジェンダー平等全庁を挙げて推進って書いてあってそこにです、ね、ジェンダー平等推進局を設置しますって書いてあるんですよ。 えー、だからね、えー、蓮舫さんはこのジェンダー平等推進局っての設置すんのかしないのかね、まずはっきりしてほしいのね。で、えー、じゃあこのジェンダー平等推進局でね、えー、じゃあ日本共産党らしい政策じゃないですか。<laughs> えー、だからそれはねい、いいか悪いかとにかく別ですよ。で書いてあるんだからで、えー。いろんな政策やりますって書いてあるんですけど、 じゃあそのね、えー、どうやって実現するのっていうのはどこ見りゃいいのかって話なんですけどそうすると今度は立憲民主党の東京政策2021に戻るんだけどその中でじゃあこのジェンダー平等の推進8の1っていうところねで8の1の A、えー、ジェンダー平等社会の実現には審議会など意思決定過程の女性参画女性起業家への支援はもちろん 女性の非正規労働者や失業者低所得者の視点から相談支援を充実させることは重要ですと、まあ、この辺ぐらいまではね、まあ、まだね言うかなっていうレベル感なんですけどその後ね、えー、ジェンダー平等の視点で東京都の全ての予算を見直し総点検するジェンダー予算の実現に向けて取り組みますって立憲民主党は言ってるんですよ。 何ですかこれ <laughs> という話なんですけどまあねちょっと前代予算について説明すると、えー、いろんな補助金とかあるじゃないですか、えー、そういうものが男性にだけ偏って交付されてんじゃないのかね、えー、とかじゃあ女性にね交付されてんのかとかそういう帰結を見ましょうみたいな話がまああるわけですで、えー、これっていうのはねあの合理的な面もあれば合理的じゃない面もあると思ってるんですね例えば児童手当、えー、みたいなものが え世帯主の銀行口座に入るわけけですけどもしかしじゃあ実際に育児してんのはあお母さんの方だったとしますよねそしたらお母さんの口座に入れるとかねそういうのもジェンダー予算っていう話なんだけれどもまあでもねそういう話に多分ならないと思うんですね。ここののののジジェェンンダダーー予予算算場合はじゃあこのジェンダー関連の予算がねいくら入ってんですかとかね各予算にそのね視点をどういうふうに反映させるんですかみたいなのとかつまりね予算の査定をする時に財政課が普通やるんですけどジェンダー平等推進局が口を出すって話 それに。だってね全ての予算あーを見直して総点検するっていうことでしょ。 だからあの必ずしもね政策効果を上げていくっていう意味では一つねありうる考え方かもしれないけれども全部の予算にやるんでしょっていう話でそれどうやるんですかと財政化に対してこのジェンダー平等推進局はねいちいち予算プロセスの中に入るんですかとそれってものすごく歪みますよね、えー、予算がね、えー、つまり予算の効率的な執行とかね有効な使い方とかまあ僕はねなかなかそんなこと難しいと思ってんだけどその中にさささらにジェンダー平等っていう観点が入るわけですよ。 もうねめちゃくちゃじゃん多分ね予算の作り方がねでそこには当然だけど公金抽出しようってう人たちも入りやすいでしょそういうね合理性をねある程度書く可能性が高いものを。<laughs> その予算査定の中に入れるわけだから、そのことについてどう思ってるんですかと、それをやるつもりなんですか、やらないつもりなんですか、えー、蓮舫さんはジェンダー、えー、平等推進局を作るつもりなのか、そしてジェンダー予算になるものをね、これ、立憲後も言ってるわけだから、都議選の時に、これ、本当にやる気なんですかと、すべての東京都の予算に対して。えー、ということに対して、言い悪いを答えてほしいし、何度も言ってますけど、これはね、小池さんとか他のね出る可能性がある、もしくは立候補してる人たちにも、全員答えてほしいですね、このことに関して。えー、というのが、これ2つ目。でえー ですけど東京都平和記念会館っていうのがあるんですよまあ、これはねさっきの2つに比べれば予算額とも多分小さいものになると思うんですけど これ、えー、は実は立憲民主党も共産党も自分たちのマニフェストの中にね、都議選の時にね、抱えてるんですね、それをせつ設立するって。立憲さんの方は、平和事業の拡充っていうのがあって、マニフェストにそういう項目あるんですよ。なかなかすごいでしょ。あなんですけど、都議選ね、その中の8-4の,の C に、平和の大切さを次世代に伝えていくため、平和記念館、括弧歌唱の整備に取り組みますって書いてある。共産党の方はなどうですかっていうと、憲法9条を守り、生かし、平和を世界に推進の中に、東京大空襲の参加 あと平和の大切さを実際に伝える平和記念館を設置しますって書いてあるわけですよつまり新たな箱物を作るっていう,ふう,にうことを言ってるのはこのご時世によ 東京都としての箱物を作りますとでこれ何ですかってそもそもこの平和記念館って何っていう東京都のですねっていう話なんですけどこれは1990年代に東京大空襲をね記録するために計画された都独自の施設を作るって話だったんですね。なんだけど、まあ、そこにいろんなね貴重なビデオ証言とか集まったんですが建設されて公開されるって話だったんだけど、まあ、石原さんの時にそのね展示する内容とかもしくはね財政なんだっていうことでいろいろ紛糾してこの建設展がは凍結されてるんですね。 で小池さんはあちょっとこの話実は進めててそのビデオ証言、えー、その東京大学にして大変だったって人たちのこれ長年ねなぜか東京都は非公開にしてたんですけど、えー、それを、まあ、平和資料展みたいなのをね毎年ね東京都やってるんですけどそこで公開一部公開したっていうことであのちょっとね進んではいるんだけれどもしかしねこのご時世によ えー、インターネット上でねじゃあ見れるようにすればいいじゃないですかそれを、えー。なんでこれね箱物で平和東京都平和記念館っていうものを新たに作るんですかライフサイクルコストとかの概念あるのという,う話なわけですで、これはね箱物っていうことに関してイデオロギーが優先するのか箱物についてのちゃんとしたね現実的な財政の話をね考えられるのかっていうことについてすごく重要な話だと思ってるんですねこれなのでイデオロギーをね優先するのかそれともちゃんとした財政運営をして まあこれから東京都だってね、えー、高齢化とかいろいろあるわけだから、まあ、予算も勝っていくわけですよ財政力が強いとはいえねそういう中でちゃんとした財政のことを考えて、えー、運営できるんですかっていうのの一つのメルクマークとしてこれいい話だと思ってるので、えー、なのでこの東京都平和記念館に関してね、えー、リスミ民と共産のマニフェストに書いてあるわけですけど蓮舫さんはこれを作るんですか あとといいうことこれをねままずしししてほしいし他の人たち、まあ小池さん作ってないなくてビデオ証言をねちょっと公開したっていう話だけども他ののの人たちはじゃここれやるのややるららないいいっっててううととを、えー、やっぱりねね明らかにしてほしいと思うんです、ね、別に僕はいろんな意見がね戦争であれ大変だったって意見があるっていうのはそんなにねそういうものを見るっていうのは見た人が判断すればいいと思ってるので別にいいんじゃないかと思ってるんですけどでも都内の納税者からね理解が得られると思ってるんですか今箱物作るっていうことに関して、えー。ということを。 ぜひねこの3つこの3つで今度の,のね都知事制東京都どうしたいかっていうことについてのスタンスってね僕は分かると思ってるんですねだからまず第一に立憲とね共産化実情支援を受ける蓮舫さんはあこの3つをやるつもりなんですか本当にということについて、えー、答えてほしいと思いますし他の候補者の人たちもこれは答えてほしい、えー、と思いますつまりこれから公開討論会とかがあるんであれば、えー、JC とかね、えー、このことをちゃんとね議題に設定してほしい 青年会議所ととかはあといいう,うに思っていますで有権者もツイッターなどを使えばね直接候補者に対してこのこと聞けるわけですから是非これをね争点化して今後のね都政この3つはかなり大きな影響を与えると思っているので在り方を問うということで今回皆さんにこういった形でねちょっと長くなってしまいましたけれども東京都知事選挙のまあ争点は、まあ、今蓮舫さんしか有力候補者はしてないので。 えまあそういう意味で、まずこれをね、えー、出してみました。ですんで、また今後ね、小池さんが、じゃあ正式に行こうしますとか、そういう話になって政策が出てきたらば、あまたこういう発信をしたいと思っていますけれども、えー、今回はここまで。えー、ぜひですね、皆さん、これ、蓮舫さん、あそして他の候補者の方に聞いてみてください。えまあこういったですね、主張を皆さんにお伝えできるのもですね、回避をですね、旧国シンクタンクは皆様からいただいて、運営をしているからです。なので、これも、やっぱり、あの、 市政の皆さんに支えられながらまあ、こういうシンクタンクとして研究に所見を発信できるそういった強みだと思っておりますので今後ともぜひご支援のほどよろしくお願いしますはい、それでは今回もありがとうございました日本には近代政党が必要だ自分の政策余奪の件を政治家に任せていってはいけないましてや官僚をシンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない 規制が増えたり税が増増ええたたりり税すると政府の力ってはどんどん強くなっていくのでそうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていくそれが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですがそもそも手続きとしておかしい民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。